死別死満点の丘より中心部を望む死別市は、北海道上川地方北部にある市。道内の根室館内に同じ読みの死別町があるため、ラジオなどでは、侍死別と呼ばれたり、死別市と市を加えて区別する場合がある。死別市中心部周辺の空中写真。2011年8月13日撮影の6枚を、合成作成。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成最後のトンデン平村の一つであり農業の集産地として発展してきた市別駅付近には多数のレンガ作りの農業倉庫があり現在でも使用されているまた羊の町でもあり郊外の観光施設羊と雲の丘免用牧場では免用の放牧や シーク風景を見ることができる。市別県部地インターチェンジの東にある川西の丘は、丘陵風景が美しい。スポーツ合宿が盛んで、夏には実業団、大学など多くのスポーツチームが涼しい気候を求めて合宿にやってくる。中心市街地は名寄盆地の南部、手塩川と県部川の合流点付近にある。市の東部は北見山地に、 西部の温昆別地区は、手塩山地に続く山地となっている。市の東部にある岩尾内湖は、手塩川の最上流である。山地河川湖小内陸の盆地に位置するため、北海道の内陸の他都市と同様に夏と冬の温度差が非常に激しい。夏季を中心に最高気温が、摂氏30度以上になる真夏日が連日続くことも、ある。ただし大抵朝晩は、 気温が下がり、涼しくなる。四季の変化が、はっきりとした、内陸性気候で、5月から9月上旬までは、比較的高温多少だが、気温の比較差や、年較差が大きい。11月中旬頃から降り始める雪は、平地でも1メートル、山間部では2メートルを超えるなど、積雪寒冷な豪雪地帯でもある。別のは1976年5月から、 統計を開始した。最高気温の局値は、摂氏37.0度、最低気温の局値は低、摂氏35.1度。平年値で、冬日の年間日数は165.7日、真冬日87.1日、夏日49.1日、真夏日7.7日、猛暑日0.1日。熱帯夜を観測したことはない。 降水量は7月から12月にかけて多い。10月から3月にかけては雪、または雨の降る日が多く、日照時間は11月から1月にかけて少ない。最大風速の極地は秒速15.0メートル。最大瞬間風速の極地は秒速24.0メートル。消滅集落2015年国勢調査によれば、以下の集落は調査時点で、 人口零人の消滅集落となっている。日本国外国内サフォークランド死別日本天才政党死別政党所と天才畑第一次産業が主たる産業であり、農業、林業、畜産業が経済の中核を担っている。大正時代には、殿粉製造、昭和初期からは政党が盛んとなり、現在も天才党の工場があり、主要な産業となっている。 自動車、タイヤメーカーの試験場が作られ、冬の厳しい寒さを利用した寒冷地試験が行われている。ミシュランのスタッドレスタイヤが当地で開発されたことから、一部では、スタッドレスの聖地と呼ばれている。中継局新聞社市別駅市別県部地、IC 路線バス高速バス高速道路国道夏の、三望台シャンツェ、標別日向スキー場。ありがとうございます。